皆さんこんにちは。こんにちは。熊本ボルターズ背番号14番の本村です。15番の谷口です。熊本ボルターズ YouTube チャンネル始まりました。よっ。今回は株式会社メーカーズ様よりユーフィットリリーサーです。リリーサーと、はい、こちらのチューブとマッサージボール、そして、はい、これは、ユーフィットバイブレーティングローラーをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなにたくさん。いやー、グチさん、はい、よくチューブとか使われますか？めちゃくちゃ使ってます。どんな感じで使われるんですか？最初のね、練習始まる前とかウォームアップだったりとか、モビリティを、動き出しを作るためにやってますね。筋肉に刺激を入れるっていう感じで使ってます。まあ自分もこれは足の下に、足の下、はい、足の裏じゃなくて足の下、足の裏裏に、まあこういう感じですね。こういう感じです。そうすることによって足の裏の、まあ、とりあえず筋膜リリースみたいな感じだよね、はい、みたいな感じです、うん。これとかだったら腰とかも使えるしね。ああ、体重かけて。そうですね。じゃあこのチューブどうやって使うん？これどこやろう。これはね、はい、俺はよく膝に巻いたりとか、はい、まあ横に寝てこうやってお尻のモビリティだったりとか、はい、こういう股関節の動かし方やったりとか、お尻に刺激入れたりとか、はい、あとはこうやって頭に巻いて、そう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 。え、それなんすか？結構かっこいいっしょ。はい、それなんすか？ハチ巻き、ハチ巻き。ハチ巻き？いや違う。まさかあれじゃないですか？ユーフィットトレーニングチューブじゃないですか？そうなんよ。よく気づいたよ。これこれ。そういう使い方もあるんだ。そう。そう、あとまあ真面目に言うとこういうのも、こういうのもできるよ。あ、これはよくやる、ね。これよくやるよね。はい、そう。こうやって足首を、はい、本当に多種多様な使い方がありますね。はい、ということで、うん、熊本ボルターズはこういうさまざまな提供によって、いいコンディションでシーズンを迎えることができています、うん。本当にたくさんの製品に支えられて、ね、いいコンディションで臨めているので、ぜひそういうのを皆さんにも共有できたらなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひお買い求めください。